はい、ロマさん、昨日はズーム対談ありがとうございました。思わぬ、ね、人数が集まっていただいて、深夜にもかかわらず本当に楽しく過ごすことができて、まあ、私自身ね、ものすごく学ぶことが多かったかなと思います。で、今回の動画は花井龍馬さんの早速ね、ズーム対談を通じての、まあ、感想と、それから速稼塾とはというテーマでお話しいただいた、人に優しくっていうね、ブルーハーツの、セリフが出てくるんですけども、あのブルーハーツってね、いいですよね。私はね、レストランって曲が好きなんですよね。なんかちょっと悲しい皮肉が入ってるようでね、まあ、マイナーな曲なんですけども、あのレストランって曲ね、私だけだと思うんですけども、妙にね、悲しくて妙に勇気づけられるんですよね。で、速稼塾のテーマなんですけども、これはね、何回か明言していることがあって、人に優しくとかなり近いんでね、正解だと言わせていただきますけども、これはですね、精神的な家族を探しているんですよ。私たちはね、肉体的な家族ってものと精神的な家族っていうもの、これ2つがあります。多くの方が考えている家族っていうのは多分ね、肉体的な家族なんですよ。要するに生物学的上にですね、自分が生まれたってことは、まあ、お父さんとお母さんが必ずいるんですよね、クローン人間でない限りで、生まれてきた時に、自分が選択したわけでもないっていうとちょっと冷たくなりますけども、たまたま生まれ落ちたお父さんとお母さんっていう関係がね、これが肉体的な家族、生物学上の家族ですよね。これはこれで大事にした方がいいと思いますけども、中にはですね、そうできない方とか、いろんな事情で生まれながらにして、まあ、もしくは生まれて育っていく途中で、お父さんお母さんのどちらかと、もしくは両方と別れなければならないっていうね、そういうふうなケースもあるんですよね。じゃあその時に、私たちは肉体的な家族だけが完全ってわけじゃないことに気づくわけなんですよ。もしかしたら家族であるがゆえに仲違いせざるを得ない場面もあるかもしれません。さあ、そう考えた時にね、私は肉体的な家族、これはね、すごく大切なものだと思うんですよ。大切なものだと思うんですけども、じゃあもう一つね、自分の人生の中でこの人とは一生付き合っていけるんじゃないかなっていうふうに、まあ、つなぎ合う、そういった人間関係ってあると思うんですよ。それを私はね、精神的な家族と名付けています。自分の意思で選び、自分の意思で寄り添っていく、そして時にはね、叱咤激励して、時には喜び合い分かち合い、ね、悲しみを分かち合うとかね、ありますけども、喜びを分かち合うのもそうだと思います。そういうふうなね、家族ってものを私はこの速稼塾ってものに込めてるんですよね。で、形としては速稼塾っていうのは、私がね、お父さんというふうに感じる方もいますけども、そうは違うんですよ。速稼塾ってものが全ての生みの親なんですよね。で、私自身速稼塾に教わってきたことがありまして、速稼塾に学んで、速稼塾の、まあ、長男という感じですかね、私がね。だから私は速稼塾から生まれた久保哲郎なんですよ。と同時に速稼塾を作った速稼塾の生みの親でもあるんで、ちょっと奇妙な関係です。速稼塾は私の親でもあり、子でもありって感じですよね。そして速稼塾ってものに集まってくださった皆様は、ひょっとしたらね、稼ぐために集まったのかもしれませんけども、稼ぐっていうのは実はね、お金のことだけではなくて、人間関係とか経験情報とか愛情とかね、人に対する優しさってものも稼げていけるんではないかなと思ってるんですよ。まあ、ですんで、今でもね、今日この時点で速稼塾を通じてつながっている方っていうのは、これは私はね、精神的な家族ではないかなと思います。精神的な家族である以上、私たちは同じ家に住んで寝ていなくても、この地球っていうね、屋根に、屋根の下、一つ屋根の下に生まれ、インターネット、YouTube っていう環境の中に、同じ部屋の中に過ごすことで、家族というものをね、感じることができればなと思っています。実は速稼塾のカリキュラムに家族っていうのもあってですね、これ3ヶ月でしっかりとね、コンテンツ配信したりとか、皆さんからのお考え聞いたりとかしたんですけども、いや本当にね、一つ一つ家族感というのは違って、それはそれでね、ものすごく学びが多かったですね。ということなんでね、ちょっと長々と話しましたけども、速稼塾のテーマはこれは家族ということだったんですね。精神的な家族、肉体的な家族、どちらもね、大切にしていきたいですし、もしね、道半ばに別れることがあっても、結局いつか同じ海というところにたどり着くというのかな、なんかこう詩的な表現なんですけども、同じ海に注ぐ一本一本の川なのかなというところですね。さあ、それでですね、私がライブ対談の中でちょっと口に出させていただいたことなんですけども、これを今日のちょっとまとめにしていきましょうか。私はね、確かに40歳から3000万以上の借金を返して、3年間で1億円稼いできました。
何のスキルも経験もなかった、人脈もなかったです。パソコン1台、そう、パソコン触ったことがない私でした。最初に Facebook のアカウントを作ったり Twitter のアカウントを作ったりしました。それも一苦労だったんですよ。で、そんなところからそのインターネットを職場として職業としてビジネスをやっていく中で、3年間で1億3800万、こういった金額を積み上げてですね、大きく人生変わったんですけども、だからこそ私はね、気をつけないといけないなと思うのは、これは本当にね、ラッキーだったんですよ。だから私ができたからみんなも頑張りましょうっていう理論理屈はこれね、危ないなと思ってるんですよ、うん、そうではないと、うん、これね、あんまりやるとね、花屋さんね、自己陶酔に終わりかねないんですよ。自分は何もないところから、学歴も不利なところから、本当にズタボロの中からこんな自分でも復活できた、それはある意味人に希望を与えることになりますけども、これを使いすぎると自己陶酔、自分はできたんだからみんなも這い上がれよ、これですらできない人はもう知らねえよみたいになりかねないんですよ。でも今ね、もがき苦しんでいる人っていうのはそうならなかったからもがき苦しんでるんですよね、まあ、ですので私はそれをね、まさに忘れないように、初心忘れるべからずのように、自分が何かことを始めた時にそんなにね、結果がはっきり分かっていたのか、うん、やったけどダメだったってこともあり得るところに飛び込んでいった、確かに怖かったと思います。それはただ私はちょっとね、神経が切れていたんで躊躇したりとか恐怖を感じることがなかったんですよ。だそういう意味でもラッキーでした。うん、ですけど、そうラッキーばかりが人生じゃないんですよね。100点満点だったけども不合格って言われることが社会には山ほどあるんですよ。学校っていうのは100点満点なら文句なしで合格でしょ。社会ではそうではない、満点だったのにダメっていうことがあるんですよね。だからその、うん、運の悪さといいますかね、組み合わせの悪さ、不条理、不公平、こういうものが当たり前にあって、不公平はなくならないし、不公平を埋めるために私たちはいろんな角度からアプローチしなければならない、それが学びであり、うん、まあ、自己否定論になるのかなと。でそういう時にある時はね、励まし、ある時は癒してくれるのが家族ってものではないかなと。自分の肉体的な家族、精神的な家族、こういったものすべて使ってね、自分を癒していく、そして誰かを癒してあげる、この関係がまさにビジネスであり人生なのかなと思ってるんですよね。そして一言で言うと、まあ、速稼塾ということでございます。何もお金を稼ぐばかりではなくてですね、まあ、こういうとね、稼げないことをね、ごまかしているような捉え方するもいますけども、うん、そうではないと。やっぱりね、人って銭金抜きで、ああよかった、ああすごいいい巡り合わせだったなとかね、うん、あの人に出会えてよかったな、こういう人に会いたいな、もしくは誰かにいつもね、意識していただいてるっていうこと、これがなんか幸せに向かうキーポイントなんじゃないかなと思うんですよ、うん、ミスター M さんね、毎日動画出してくるじゃないですか。そしたらミスター M さんのことを毎日思い出すってことになりますよね。花井龍馬さんも毎日動画上げてるでしょ。そしたら花井龍馬さんを毎日思い出すことになります。でも発信しなければだんだん忘れられていくんですよ、お互い。発信してなくて無口なのに、黙っているのにずっと覚えて意識しておいてくれっていうのはなかなかね、酷な話になってきますんで、だから私ね、あえてこれは言いますけども、何かの形で自分っていうものをね、声を上げていきましょうってことです。不満があったら声を上げていきましょうと。それは小さな歩みかもしれないけども、何もしない時よりも確実に大きな一歩になるわけなんですよ。この小さなね、一歩が何もしない時よりも大きな一歩になって、これを今日のね、まとめの言葉として、送らせていただこうかなと思います。では花山さん、明日になるかもしれませんけど、またね、クロートシリーズ送ってください。それではありがとうございました。いってらっしゃい。